今日も可愛い筆文字を書いていきたいと思うんですが、今日はですね、前に一度やったことあるんですが、居酒屋さんのメニューをね、書いていくっていうやつなんですね。で、今日は普段よく行かせてもらっている滋賀県の安っていうところがあるんですが、安市っていうところがあるんですが、そこの毎度さんの、メニューをいただいてきました。で、ちょっといっぱいあるので、今回、今日とまた明日もメニューパターンでいこうかなと思ってます。まあ、一枚ここに書ききれへんなと思ってですね、そうさせていただこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。もう字見たい人はここから1分ぐらい飛ばしてもらったら、字始まると思いますので、お願いします。で、こういう字ね、いいなという方はチャンネル登録とか高評価ポチッと押してもらえると嬉しいです。あと、こういう字書きたいなという方はオンラインで筆文字の講座をしてます。そこでですね、今ポチッと上押せるとこが出たと思うんですが、そこからブログに飛べます。で、ブログの中にですね、そのオンラインの筆文字を習っている人たちの字が見れたりとか、そこから申し込みのとこ行けたりとかできますので、こういう字ね、書きたいなという方はぜひとも一回見てください。全員書けますのでね、センスとか関係ありません。全員書けるようになりますので、興味のある方お願いします。で、書いていきたいと思います。はい、じゃあ行きます。値段はですね、まあ、店のこともあるので値段は書かないようにします。メニューだけバンバン書いていくようにしますね。で、極細使いますね。極細、金目鯛塩焼き、ちょっとずっと黙ってたんで音も何もないですね。金目鯛、塩焼き、かきバター焼き、で、ホタテバター焼き、タイカブト焼き、そうやな、子持ちししゃも、
次の行に行きますね。次、近江牛。牛ユッケ、牛たたき、こてっちゃんたり焼き、もつから揚げ、次豚いきます。豚の絵が描いてるんで、こっちも描いておきます。絵が下手ですね。はい、とんかつ、トンテキ、豚バラ、チャーシュー、卵のせ、温玉のせか、のせ、蒸し豚、韓国風味噌だれ、ふ味噌だれ、次鶏、鶏、鳥にもですね、こんな感じで絵描いてますが、もうやめてきます。下手なんで。ひね鶏ガーリック焼き、ガーリック焼き、せせり塩だれ、
焼きネギまみれ。美味しそうですね。塩だれ。焼き。ネギまみれ。パリパリチキンカレー風味あん。次、中華ですね。四川麻婆豆腐。ってここで持ってたかな。まあ間違ってたらごめんなさい。次、やみつきニラコロッケ。酢豚。冷やし担々麺。麺の字が難しい。どう書くんでしょうか。お麺、ひらがなにしときます。こんな感じになりました。見えますか。もうちょっとアップしましょうか。こんな感じですね。こんな感じになりました。はい、明日もちょっとこれの続きをせっかくなんで書いていきたいと思うんですが、こういうあの味のある文字、かわいい文字でですね、書いてほしいなっていう言葉とかね、何かありましたらコメント欄にお願いします。そのコメントを見てですね、僕の方でこうして動画を上げさせてもらいます。その動画をね、また真似して書いてもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。またこういう字書きたいなって方はオンラインで筆文字の講座やってます。今ちょうどですね、概要欄のところ、ちょうどタイトルの下のところにですね、ブログのページがこうあります。そこをクリックしてもらうとブログが見れます。ブログの方にですね、そのオンライン受けた人たちの字が見れたりとか、申し込みもできます。ですので、興味ある方、ぜひとも受けてください。センスないし無理とか、私こういうの苦手やねっていう人でも書きたいなって思ってる人はぜひとも受けてください。絶対書けるようになりますので、センスで書かないですので大丈夫です。書き方ちゃんと伝えますので、
はい、自分の字ができます、面白い字ができます、可愛い字ができますので、ぜひとも受けてください。あとこういう字ね、もっともっと見たいなって、こういう動画もっともっと見たいなって方はですね、ぜひとも、チャンネル登録と高評価お願いしたいなと思います。今ちょうど他の動画が紹介上がってますが、そこに丸いボタンがあると思います。そこからチャンネル登録できますので、ぜひともぜひともチャンネル登録高評価お願いします。今日は以上です。ありがとうございます。